までの良かったところはいい。だけどなんで緑が足りない東京で木を切ってビルを建てる再開発に力を注ぐんですか。観光地はたくさんある東京でなんで都民の税金使ってプロジェクションマッピングなんですか。やらなければならないのは若者に希望を、子育てに安心を、老後に安心を、足りないところをしっかりと補っていく。そのためには税金を食い物にしてきた利権と中抜きと天下りの構造を壊してくれる知事を作らなきゃいけないじゃないですか。皆さん、蓮舫しかいないじゃないですか。私は蓮舫さんと一緒に事業仕分け、行政改革やってきました。皆さんも厳しく問題点を指摘をする、国会論戦も含めて蓮舫さんのその力は多くの皆さんがご存知だと思います。私はそれ以上に蓮舫さんがすごいのは、あの事業仕分けの時もその後野党として予算委員会で税金を食い物にする利権の構造と戦う時も山ほど圧力があるんです。山ほど圧力をかけられても蓮舫さんは微動だとしません。正しい税金の使い方なら堂々と、正々堂々とそのことを説明してもらえばいいんです。圧力をかけられても私は負けません。その姿勢でもう20年ちゃんと結果を示してきているのが蓮舫さんじゃないですか。辻元さんからも話あったように、どこの国の権力者も、まっとうな民主主義の権力者はせいぜい長くて8年です。だから実際に投票日が近くなって次々と出てきています。こういう名刺はあげませんが、特定の企業との癒着は天下り、税金を食い物にする、こうしたさまざまな東京という莫大な予算を抱える権力、その権力に群がってくるその利権の構造と戦うことができる、それは国家権力というそこに群がる利権と戦って続けてきた蓮舫だから安心して託せるんじゃないですか。皆さん、明日が投票日です。背中は見えています。本当に多くの皆さんが自主的に自分たちの問題として蓮舫さんはできる範囲で最大限応援をしてきていただいている。今までにない選挙がここまで出来上がっています。でもまだ背中が見えているだけです。ここまで来たら皆さん勝ちたくないですか。勝たせませんか。勝ちましょうよ。一人でも多くの方に、これからまだ半日以上あります、声をかけてください。まだ残念ながら都知事選挙をやっていると知らない都民の方も少なからずいるんです。蓮舫が出ているということを知らない都民の方が現実にいるんです。ビラをまいてくれている多くの仲間からびっくりするようなそういう情報が入っています。だから油断をせず、安心せずに、あの人大丈夫だよねと思わずに声をかけてください。都知事選挙やってるんだよ、もう8年は長いよ、蓮舫ならもっと良くしてくれるよ。この声を皆さんが一人でも多くの方にかけていただくことで、見えている背中を追い抜くことができるんです。皆さん、そのためにはあなたの力が必要です。あなたの力が必要です。あなたの力が必要です。ぜひ蓮舫を先頭に次の東京を作りましょう。もっと良い東京を、誰もが安心して暮らせる東京を、あなたの力で明日作ろうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。東京都知事候補の蓮舫です。こんなにたくさんの方に会いに来てもらって、私は今回の決断を迷う時もあったけれども、決断をしてよかったと、皆さんに選択肢をお示しすることができてよかったと今改めて思っています。私にはこの東京に暮らす人たちの夢を叶えたい、その夢を叶うための政策がある、経験もある、自信もある、
でも非常に残念なのは今日が最終日です。どうして小池百合子さんはチャレンジャーである新人である私と公開討論会に出てくれないのでしょうか。テレビ局から何度も何度も企画出演依頼が来た。その度ごとに小池さんから断られて成り立ちません。フェアじゃない選挙を戦う人にフェアな都民への政策ができると私は到底思いません。だからどうか皆さん、今回の選挙、これまでの8年間私は学びました。嘘をつかない、真っ当な政治を、低官業の癒着のない正直な政治を、情報公開、皆さんのお金の正しい使い方ができる政治を、この8年間やってこなかった政治を、私はこれから4年間今のリーダーから反面教師で学びました。どうか勝たせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。都合の悪いことから逃げているがために、東京でも合計特殊出生率がどんどん下がってる。そろそろ私は考え方を変えた方がいい気がする。27年前、私は双子を妊娠してました。すごい楽しみだった。早く赤ちゃん生まれてほしい、早く会いたい、どんな洋服を着せて何を食べさせてどこの公園に行こうか、すごい楽しみだった。でも実際に子供が生まれると、最初の出産、最初の育児、想像と全く違う。子供はずっと泣き続けるでしょ。抱っこしても泣く、ベッドに置いても泣く、バギーに乗せても泣く。なんで泣いてるか分かんない。双子だから2人揃って泣く。1人が寝たと思ったら1人が泣く。眠れないんですよ。家の時間が長くなって、喋れない子供を泣き声に向き合って、社会から取り残されているという焦燥感の中でものすごく孤独でした。大丈夫なんだろうか。あの時に大丈夫だよと言ってもらいたかった。同じ思いを持ってる人で集まる場所が欲しかった。子供が幼稚園の時、できやしないのに靴紐を結びたがるんですよ。朝忙しい時、仕事に行く前幼稚園に送る。なんで3分が待てなかったんだろう。靴紐結べない、もたもたしてる。その手をはたいて、ママがやるから、遅刻するから。たった数年間しか生きていない子供に、30年も生きていた大人がなんで3分待てなかったのか、やる気を削いだのか、今でも後悔している思い出です。あの時に、大丈夫だよ、余裕を持っていいんだよ、会社に3分は遅刻じゃないよ、そんな風に言ってもらいたかった。私は少子化対策に力を入れてきた原点はこの自分の経験です。だから東京で子育てをする皆さんの背中を、私はもっともっときめ細やかに支えていく都知事でありたいということを、まずもってお伝えをさせていただきたいと思っています。ここに来て神宮外苑再開発の事業者が投票日直前になって綺麗な声明を発表しています。森を守ると。去年の秋に小池さんがその事業者に木の保全計画出してくれ、もう8ヶ月経ってるのにまだ出してないのに声明をよく出せたものだと私は思っています。住民に説明会を開いてきた。限られた説明会、閉ざされた空間、線引きをされた住民、メディアを入れないで質問が制限され、それのどこが住民説明会なんですか。私は小池さんに直接問いました。この再開発の事業者からパーティー券買ってもらえませんかと。はっきりノーとは言わなかった。つまり後ろめたい。ここにも私はビジネスの匂いがする。権力者がビジネスの匂いとか政官業の癒着がないように、私は政治資金パーティーはやりません。当たり前じゃないですか。皆さんに寄り添う都知事になりたいと思っています。一応切った東京都の合計特殊出生率、時間をかけて減ってきたのなら奇策はないんです。時間をかけて何を求めているかをしっかりと答えていかなければいけない。私は家計への直接支援に加えて、今度は
別のアプローチ、経済的理由で結婚を諦める、経済的理由で子供を諦める、人生の選択を諦めざるを得ない若者を徹底支援する東京都にしていきたいと考えています。後継薬を使えば若い人たちの給料を上げられます。あるいは若い人たちの背負っている負担を取り除きたい。大学等を出て2人に1人が奨学金、借金を抱えます。その平均額は310万円。有利子だったらいつ返せるのか、不安定雇用で310万の借金背負って利子がついて自分の将来が描けない。だったら私は子供が育つ保育、子供が学ぶ教育、皆さんの命を守る医療、シニアの安心を守る介護、この分野で働いている若い人、この分野で働きたいという若い人には、その人たちの奨学金の返済を東京都が支援をする、そういう仕組みを作れば、この子たちの負担が減るじゃないですか。そのために皆さんの税金を使わせていただきたいということも今回約束をさせてください。見えるところに税金を使いましょうよ。分厚い中間層を作りましょうよ。若者が元気になる東京にしましょうよ。この話をすると分断だ、排除だ、必ず批判をされる。私は誰かと違って排除はしません。むしろ抱え込みたい。だって若い人たちの手取りが増えたら、収入が増えたら、安定雇用が増えたら税収増えるじゃないですか。若い人たちの生活が安定して定期的にちゃんと自分のお金が使っていける正社員になれたら社会保障の担い手になるじゃないですか。それは介護、医療、持続可能なシニアの安心につながるじゃないですか。私は分断や排除ではなくて、子どもと現役世代と、そしてシニアが循環する東京都をこれからの4年間でまずは作っていきたいと考えています。ワクワクするでしょ。新しい東京でしょ。もう古いステージやめましょう。今回の東京都知事選挙では本当に力強い新しい民主主義を生んでくれました。皆さんがピンクのプラカード、蓮舫の R 掲げて街に足を一歩踏み出すの恥ずかしかったでしょう。最初は戸惑ったでしょう。今は慣れ親しんでるかもしれません。でもその動きが私の力になる。昨日までで街角でプラカードを持って立ってくれた人は延べ2500人を超えました。東京の駅で皆さんが立ってくれた駅の数は620駅を超えました。こんな新しい民主主義を作ってくれた都民の皆さん、ありがとうと心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。だから勝ちたい、どうしても勝ちたい。これまでの8年を総括して新しい東京を作りたい。どうか最後まで戦っていただけないでしょうか。蓮舫を押してくださらないでしょうか。投票してくれる人を増やしてくれませんか。こんなに勝ちたい選挙はない。勝って私は都知事のための都政ではなくて皆さんのための都政を行う都知事になります。